田中がどういう気持ちでこの試合に臨んでいるかっていうのはひしひしと分かってるわけですよ。黒田最高哲郎か、あるいは H ガンノスケ組なのか。この FMW2000 年のマットを制するのは、真のエースを声高に叫ぶのはどの選手なんでしょうか。もちろんこの黒田もその中の一人ということになるんでしょう。もうまず田中が行きますね。まずは田中が行きます。さあこちらはガンノスケですか。田中のモヤモヤしたものを吹き飛ばすような試合になることを期待したいですね。まあ、間違いなくそうなるんじゃないですかね。だからこの前なんていうんですか、はい、いろいろ受けて H ガンノスケも答えてましたけど、はい、地方の会場で、はい、そんなに憎しみ合ってるっていう感じではないですからね。あのガンノスケ H にはこれは何のわだかまりもないでしょう。この田中は功労者であるということは認めてますんで、ただ田中の方ですよね、問題は。でも田中も別に H 雁之助に対して特別なこう直接的な怒りがあるわけではないでしょう。まあ、むしろ直接的な怒りがあるとしたら、これ会社に対してというか体制に対する、うん、批判ですからね。うん、まあ、しかしその象徴となっているのが、まあ、H 雁之助と言えなくもないんで、昨日あたりですよね。昨日のね、はい、同じ放送枠の中で昨日のと一緒に放送されるんですよね。はい、さあちょっと昨日の試合と比べると雰囲気違いますよ。ちょっとねピリピリっとした雰囲気ありますね。うわ今の張り手もすごい、何発打ち込みましたかね。うわもうタックル一つで場内を沸かせられる人もすごい。うわすごいタックル。うわこの見栄を切る田中、これはすごい。どうだ見たか、俺がナンバーワンだって顔してました。恐ろしい、俺が一番強いんだって顔してましたよ今田中が。さあその田中が黒田と、黒田も昨日良かったですからね、攻め込んでいる黒田もね。あの勢いでいけば黒田はこれはいけますよね。ねえ、あのまんま当然黒田もこれね、冬木がいなくなったんでね、もう存分俺がエースだって小坂に名乗りを上げるチャンスですよ。ですね、まあ、随分冬木さんにはね、黒田もひどい目に遭いましたけど、ひどい目に遭いましたからね。もう一時はレスラー生命をもどうかという時期もありましたよ。まあ、だからちょっとその辺消化不良みたいなものは残ってるかもしれませんけど、まあ、とりあえずね、うん、あもういなくなったわけですから。黒田はあれですか、自分で葬りたいぐらいの気持ちあったかもしれませんね、ひょっとしたらね。やっぱりあったんじゃないですかね、うん、まあただその大事な時期に遅刻してきたりしてましたからねそっかそっか、自業自得、まあ、その辺が黒田が面白いと思うんですけど、うん、このところ遅刻ないですね黒田ね、うん、さあ H と黒田黒田、特にこの H あたりには随分とライバル意識強いんじゃないですか。そうそうだと思いますよ。ねえ、あのシングルでも常にいい試合になりますしね。ええ、さあ鎌固めだ。うわこれすごい、H の鎌固めね、頭浮いてますよ、ブリッジじゃなくて。選手の人はすごいですね。昨日あんな試合してから十数時間ですよ、まだ頭が下がります。やっぱこれ日頃からのこの鍛錬とも、やっぱりなんですか、基礎的な体力と精神力、やっぱプロレスラー何がすごいってそこでしょう。これ連戦連戦のね、うん、この厳しい中で常に 100% のものを提供してきているね。ありがとうございます。
おさあ一と一のぶつかり合いだ。サードロープエスケープは黒田。まだ今日も序盤戦は何でしょうか、お互いを確かめ合うかのようなかなりじっくりした、ねね、攻めになりそうですね、これね。H の白いジーパンが多少汚れかかってますね。あのかなり連戦連戦でですね、うん、1個しか持ってないのかなみたいですよ。あれ1個洗ってないみたいです。あれ1個ですか、うん、だから終盤になるとねかなりいろいろな意味で対戦相手に脅威になるみたいですね。さあ、おお、ブリッジで返して、さあ腕を切って、さらにガンノスケの左肩でしょうか。さあ田中がまたしても出てくる鬼の形相。田中はもう今日はねずっと田中をちょっともう5メーター以内に近寄れない雰囲気でしたね、ずっとね。腕を取っていく。それは試合開始前ですか。もうずっとですよ、もうちょっと今日遅刻してきてしまったんで。あ、そうですよ、私はちゃんと取材をしているのに変わらず。いや、ひどいタクシーの運転手さんで、ね、のんきにね。中約出勤ですからね、杉田さんは。まあ、しかしこの田中はその今日もあれですか、試合開始前ピリピリした雰囲気なんですか。ピリピリした他の選手とか談笑とかいうことはなかったんですか。ないですね。深刻なのかな。まあでも逆に今日の試合に集中していると言えないこともないわけですよね。まああの田中選手は比較的そういうね、うん、選手ですけれどもね、うんうん、だってこれあそこまでのこと言ったからにはこの2人には勝ちたいですよね。てか勝たないと説得力なくなっちゃいますよ、逆に、うん、逆に言うと、せっかくの最大の功労者がね、うん、この試合で負けることによって、あの記憶すら薄れてしまう可能性もありますから。そうですね。田中としてはね、そんな割の悪い話はないでしょう。うん、田中ってそう考えると、常に逆境に立たされてる男なんですね。そうですね。てかまたその逆境が似合うね。逆境が似合う。まあそんなこと言って かわいそうなような気もしますけど、さあ黒田が昨日は H に対してね、もう鉄柱攻撃だったんですけども、今日はガンノスケ。まあどうでしょう、黒田はよく考えたらこのガンノスケには相当痛い目に、ね、相当痛い目に遭っているんで。見てあれ、田中足で頭踏んじゃって、田中が足や頭踏んでました今。はあ、やっぱ田中の怒りもこれ相当なものありますね。これは本物かもしれませんね。あーあーあー、これは東と西2方向に分かれての乱闘ということになりました。まあただね、冬木さんがいた時とは違うわけだから、うん、いい意味でのライバル意識っていうことですからね、これも。まあもちろんそうですね、うん、だからそれは全然悪いことじゃないですよ。変なこのきな臭いには全くないですからね。冬木さんがいた時みたいに自分のために人を踏み台にしてとかね、はい、うん、そういうんじゃないですから。おっ、バロムクロスいきますね。さあ、そしてお、ラリアットさらに、うわかな今のは、ね、黒田、田中もこれここ息合ってるし、ね、あくまでもいい意味でのライバル意識っていうことですよね。さあ H がちょっと田中にやり込められている。さあやっと今リングの方に戻ってきたのが黒田と雁之助。まあ本当に黒田は雁之助がいかに正規軍に戻ってこようかですね、これ昔の屈辱はそう簡単に生産できるものではないでしょう。いや、それがなんとなく黒田の今顔に出てますよね。ねえ、だってパンツ無理やり履かされて、猿靴をさせられて、鎖で繋がれて引き回されたりなんかして、いじめっ子のリーダーですもんね。もう人生最大の屈辱を味わさせられた男ですから、これはハイハイいいものになりましたって許されるもんじゃないでしょうっていう気持ちはありますでしょう。だから H はパンツ脱がされても
ね、リーチの前は歴史からのね、うん、友達だからってんで済むんでしょうけど、済むんですけど、お互いにそういうことしてふざけてた時期もひょっとしたらあるのかもしれないし、黒田の場合はこれ変な話他人ですから、全くのたまんじゃないですよね、あんなことされて、お激しい、あら、あ、黒田タフだね、うん、やっぱりね、うわ、あ、これは H を見ている、あ、H 直した、黒田がどうしたんですか、 H どうした、いや今日どうですか、ちょっと H があるんですけど、いいとこないですよ、あんまり、もうちょっとね、スカッとしたいですけどね、完全に押されてますね、序盤戦5分かなという予想してたんですけども、完全に押されてますね、田中黒田の勢いにね、昨日もでも割とどっちかっていうとね、大谷黒田に押されてた、昨日より押されてるでしょ、今日の方が、そうですね、てかいいとこないですもん、ここまで、あ、ズボンも汚れてるしね、気になりますね、あれでもこのズボンって相当見えてますね、またほらやっぱり切ったやつだから使ってれば使うほどこう上がってっちゃうんで、ほつれてくんでしょうね、うん、いや相当危険なラインまでズボン来てますよ、まあ、そんなことよりもそんなことよりもこれ、はい、ダミーですか、うし、穴ないですね、根性もあるし、だって2人3人をやっつけてきたところですから、昨日だってラットンと魔法に2人相手にしました、そう、常に2人3人相手にしました、あ、スピニングトーホールだ、スピニングトーホールド2回転してから4の字、さあたまらず H が出てきますが、離さない、離さない、これ H どうした、 H ちょっと情けないですよ、あ、まんまと田中の4の字に下がってしまった、うん、しなきゃね、カットに入ってきたらやられてるんですよ、カットになってないですもんね、カットに入ってきてやられちゃうっていう、これガンゴスケちょっとこれお前頼りないなと思ってんじゃないですか、これ足手まといじゃないかみたいな、うん、助けに来る、助けに来てくれなんて、これもうすごいとね、ちょっと4の字を長く食らっています、これはガンドスケは ね、膝が悪いんでね、かなりこれはしんどい攻撃ですよ、やっとロープエスケープ、ここで田中に立ち、これやっぱりね、いいな、うん、黒田まで変わって見えますよ、田中が一人入ることで、あ、景色がこのねガンドスケだ、うわ、このまま、あ、スイング DQ だ、お、これは外していくガンスケ、このガンスケ田中強い、田中強いな、さあちょっとガンスケもね打つてないですよ、またバック取れる、ルールですので、金銭即反則負けってことはないですね、さあもうやっと満を持して H 登場、さあ2発エルボーを食らわしておいて田中に対して、おー、ドロップキックだ、さあ H が雄たけびを上げる、そう H 空中殺法を見せるのか、おー、 H でトペコン、 H でトペコンもこれ珍しいです ね、 ですね、だからここ一番っていう時にやっぱりあの飛び技出ますね、出ますね、ただあの飛びでゲームを落としていく、やっぱり印象的には早星時代のとは違いますね、違いますね、力強さがありますね、おっと重い田中を持ち上げてフィッシャーマンバスター、これは効いたぞ、これはさすがの田中もウォーターフライ、でもね、田中はちょっと負け
る気がしないんですよね最近、まあ、特にこの半年、どんなことがあったって負けなかったですからね。そうなんですよ、全く負ける気がしない。うわ今のはまたでもオリジナルが、またそういうことを経てきてるから、はい、一連のね、リストラをね耐えられたんですけれども、危ない、一連の会社批判になってるんですけど、まあその会社批判というのも、会社どこという会社よくしようっていうね、うんうん、そういう意味で本当ついこの間までとは違いますよそれは、はい、さあ田中のこの反骨精神が実を結ぶんでしょうかこの試合。今度は黒田と雁之助だ、振り返したラリアットをかわす、バックの取り合い、バックの取り合い、おお、ジャーマン、黒田起き上がってラリアット、これも外して、今度はドラゴン、おお、黒田起き上がる、ラリアットをなんとネックブリーカードロップで返していく、いやー、雁之助も見事なんですね。あの黒田のね、だからね、これで黒田もね、逆に利用してますよ。この連携はいつ見ても美しい、もう息ぴったり。これ黒田もね、でもね、どうでしょう、ガンの試験対象そのあるって言うけど、うん、今日全然その別に取り立ててね、うん、汚い手使うわけでもないし、うん、まあそれはね、黒田ですからね。でもやっぱりガンの試験もね、正々堂々と、ガンの試験ももうあれじゃないですかね、黒田の気持ちの中ではそれはもう昨日の試合もあったし、うん、だいぶ対抗してきてんじゃないですかね。そうですね。もう一回田中と H、 H お前が来るよ、うわすごい、あH は待ち構えていたか、うわこの小手を外して、おおと逆さ押さえ込み合戦から、うわすごい、あの体勢が、うわいや BT ももう返したけど完全に返してませんよ、もうやっとですよ、ていうかね、もうすごい危ないことが落ちました今。あー H 大丈夫ですかね、俺も勝ったら、うわー H の首取り合戦ですよこれ、うわー H の首を刈るのは果たしてどっちか、うわー、まあそれそうですね、エースだって新井さんはいたかもしれないけど、うん、お客さんが認めたエースってのは今いない状態かもしれない。黒田なのか田中なのか、あるいはガンの付けなのか、みんなにチャンスありますからね。しかし余一がここで蘇生したか、うわこれはテンションカッターの体勢に入るか。こういうの虎視眈々と狙ってるんですね黒田はね、知らないうちにテッチャンカッターの体勢に入ります、いつもね。木戸さんが木戸クラッチに行くかのように吸い込まれるようにてっちゃんカッターに巻き込まれていくというね。おおフランケンシュタイナー、お、万之助がさらに赤くトップロープ、うわ荒削りなミサイルキックを放っていく、溝落ちのあたりに今ね放っていきました。あこの念仏パワーボム現在、これはカウント2点9、いやさあ激しい試合になってきたぞ、うわ一回転して、ああガンの助クラッチだ、これはすごい、これはいつ見ても芸術、はい、電光石火とはまさにこの技のためにあるというね、うわこのラリアットもすごい、ガンの助がガンの助はこれね任せようとしてますね今、すごいですね、田中もういいじゃないかっていうね、さあそして H が波状攻撃をかけていく、九州エクスプレスがね、これは九州エクスプレスが走り出しましたよ、もう10年愛のタッグを今結実、実を結ぼうとしてますよこれ。さあもう一度フィッシャーマンズマスターを、これはどうだろう、逆に返されたか、おっとうわドラゴン大魔神、おあえて来いという H、 もう一回ドラゴンスープレックス、あれ
んね。あ、入ってない。入ってないですね。今ね、音がしたんで、スルー行ったかと思いましたけれども。いやそれにしてもこれ0コンマ01秒の戦いということになってきました。さあ、トリッダブルエッチエッチ。ダブルエッチエッチ。ですね、黒田がかろうじて帰ってきた、うん、あ何やりますか。おそらくこれはファイヤーバードかな。その手のファイヤーバードかな、ね、あるいはひょっとしたらフェニックスを持ってきますか。あ後ろ向きだ、後ろ向き。これはフェニックスだ。落ちちゃったよ。これは墓穴を掘ったか。エイチ田中のね、回復力が早い。これは目が金向いている。これダメだ、これダメだ。エイチの肝臓が止められてる。これダメだ。膀胱が開いちゃったよ。エイチが完全に膀胱を開いてますね。危ない。エイチ風前の灯火だ。田中のパワーに屈するのか。エイチ、うわ、これをかわしていく。あー、返して、田中強えな。おい、強い。もう2人相手にするのがね、もう体に染みついちゃってるの。2人相手にするのがもう当たり前みたいになってるもん。田中は強いな。おお、旋風客。うわ、フラフラながらも H も、これダメだ。これは田中いったか。おお、よく H も返すね。うわー、もう地鳴り動き、もうあのコラペに入れてますけど、H もよく返すわ。さあ、トップロープ。やっぱりね、H もこれで負けるわけにいかないからね。これは黒だと田中がトップロープから見事空中二重走だ。エルボー、さらにおー、ダメだ。これは何時級したか。おー、いい。ガンノスケもいきゃ、よく入ってきたね今。あと1本もう済んでるところですよ。まあカット、エイチはこれ負けたらどうなるんだろう。おい、でも新井さんもエース宣言撤回でしょう、ね、撤回しなきゃしょうがないですよね、あーダブルインパクト式。うわー、スタラー、ショットガン炸裂。危ない。いやー、筑波の友のちぎり、いや素晴らしい試合だこれね、斉藤さん。かろうじていますね。昨日と一緒でね、そういうのないかもしれないよ、もう、ね、気持ちの中で、うん、どっちが勝つとか負けるとか、もうほら、うわ、もうそういうんじゃないでしょう。チームがどうこうとかいうよりも、これもう、あでもね、これ、あれ、すみません、ダイヤモンドダストと、うわー、ダイヤモンドダストとね、これ、黒田も、うわー、危ない。本能っていうか、もうなんかもう脳みその中で考えて返してないですよね、もう。この場でしょ、ねえ、ねえ。さあ、黒田がラリアットを狙った。これはダメか、エイチ。おー、エイチ返した。黒田チャンス、黒田チャンスが来た。いや、もうこれはね、もう片手届いてますよ。あー、エッジが蘇生したか。小手一発ぶち込んでおいて、ペッチャーカッターあるからね。でもね、ペッチャーカッター、このままこのままで、あー、ドームでフリッチスは、なんとこれをフランケンシュタイナー。もう困るよこれ。黒田返した。これ2日連続でね、まだ決まらない。あ
FMW の世界どうですかこれ。ファイヤーバーズだ、ファイヤーバーズだ、ファイヤー決まった100%。うわどうか、マジで決まんないよこれ。おいおいおい、いつも戦うこの4人。おお、ファイヤーサンダーか、ファイヤーサンダーと HH の共演だ。決まった、うわこれは決まったか。おお、今の最後の技が杉田さん見たことないですね。リバースの HH みたいなね、ちょっと見たことないですね。HH を逆落としというか、はっはー、リバースの HH で内側に転がり込んでる。いやでも素晴らしい、本当に2日続けてねこんな試合実況できて、ね、幸せですよ斉藤さん。ね、これ今年最後実況冥利につきますね。最終戦だけどありがたい。あ、マホリーとマホリーとラッドも来た。 ECW 勢も今田中の元に来ましたね、いや本当素晴らしかった、もう本当素晴らしいものをね、あのやってくれたっていうか、もうありがとう、ありがたいの一言です。いやここでエイチとガンノツキが地役手、もうね視力を尽くしたんでね、黒田も立てませんね。あー黒田もしばらくうつ伏せのまま立てません。そしてあ素晴らしい、やっとこのこれね2日続けて勝ったけどね、あの勝った負けたとかこれ確定だね、誰がエースっていう試合にはなってないです。あー田中、田中、おい、お前らいつまでもな仲良しこいつでやってろ、ふざけんなお前らいつまでもな。お前ら仲良しこいつやねんか、お前ら危ないんちゃうか、こんな会社どこがええねんお前、ふざけんなよお前、俺いつでもやめとるわお前ら、お前らみたいなんがなトップ立ってるからな、いつまでたっても上がんのじゃお前、いつでもやっとるぞお前。改めて挑戦状よ、ね、AC の選手と、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、えヤツらと一緒にな、生ぬるいリングでやってられるか、俺らな、アメリカのトップ取ってないじゃねえか、生ぬるくない、うるさいもんじゃ、マイクも使わないな、これが答え、ECW、お前のリングは FMW だ、あれ、ちょっと待って、こんな生ぬるい、ちょっと待って、ちょっと。行けるんじゃボケ。あれ。ああ。田中が今。田中。あ。ああ。